松尾大社の駐車場ですけど、まあ、それなり気にはあるんですけど、止めっぱなしは困るということなのか、1時間だけ無料、その後祈祷とか挙式とかある方は社務所で印鑑をしてもらって、で全部無料で、それ以上になる方は500円いただいているそうです。まあでもねそういう人もいますからね。松尾大社も割といわゆる嵐山地区なので、止めっぱの方結構多分いると思うんですよ。なのでしょうがないんじゃないかなと思いますね。ちょっとじっくり見たい人は覚えてもらうしかないですね。私みたいに1時間結構ギリギリの方も結構いると思うんで、資料館とかもありますね。お酒の資料館、松尾大社だけお酒の資料館です